正午前、静岡県下田市の海水浴場で20代の男女3人が流されそのうち23歳の男子大学生が心肺停止の渋滞となっています正午前、下田市の白浜大浜海水浴場でボディーボードをしていた20代の男女3人が流されました消防などによりますと3人は間もなく救助されましたが23歳の男子大学生が 心肺停止の状態で病院に搬送されました他の2人はいずれも軽傷だということです海水浴場には海開きをしていた先月28日までライフセーバーがいましたが今日はいなかったということです警察と消防が事故の詳しい経緯を調べています